あ、それでは8時になりましたので、デートなし式金曜定例対戦会始めたいと思います。よろしくお願いします。Fight!
Adoken! 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 Ado
ください。波動拳、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 波動
What?
Cyclone!
Psycho! 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 Psyc
じゃあ、こんばんは。9時から、大会を始めますので、今10分前くらいなんですけど、配信台は9時に1回開けてください。ですね、今日は参加者は14名さんですね。Sonic Boom!
Yeah!
Psycho! 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 Psyc
はい。ちょっと今抽選に抽選中なのでもうちょっと配信代大丈夫です。抽選が終わったらまた言います。Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom!
大会はそうですね、9時半過ぎちゃうかもしれないんですけど、もうちょっと待ってください。あとちょっとだけお待ちください。抽選終わったので、今から名前を書いて、そうですね、半くらいから始めますので、配信台ちょっとさっきからだいぶ経ったんですけど、そこまでということですね。まああと10分ほど大丈夫です。
すいません、お待たせしました。じゃあ順番が決まったので、初戦は杉さんと山本さん、じゃんけんして場所を決めてください。あ、聞こえる？聞こえる？はいはい。あ、はい、あ、それじゃあクレジット。あ、じゃあちょっとごめんなさい。クレジット少し。あ、十分出てる。あ、配信出てない。あ、出てる。はいはい。なるほど。あ。まあどっちでも、はい、どっちでも、どっちでも、はいはい、余興なんでね。じゃあ、ありがとうございます。第23回四季の細道、始めたいと思います。パチ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 。ワンピー側山本さんのスーパーチュンリーと、ツーピー側杉さんの、ガイルですね。杉さんは初参加ですね。はい。じゃあ、始まりたいと思います。山本さんスーパーチュンリー、前に山本さんにあのスーパーと X の違い聞いたときは、見てたスーパーの方がスピニングバードの抜け時間が長いって聞いたんですが、さあ、どういう感じなんですか。山本さんのスーパーチュンリーは初めて見ますね。普段割と投げ主体のこの X チュンリーの山本さんが、あー今のいいですね。はい、シューキック、はい、気候圏、あーそうです、マジさっきの杉さんの今なら、あ、ここ、あー、惜しい、これ、あー、いや、山本さんがスーパーチュンリーで1本取りました。ひっそりとガッツポーズ。杉さんは今回初めてですよね。あ、はい、あ、なるほど、そうですね、あー、なるほど、杉さんはバーサスで取られてる方ということで、ありがとうございます、杉来ております、ありがとうございます。あ、しかし、杉さんが、おー、今の素晴らしい、杉さんが1本取り返しました。さあ、これで3本目。あ、ラウンド3、さあ、開幕ソニック、足を出して、ソニック、しかし、山本さんのスーパーチューニーが取ったの、しかし、今の中キックを、さあ、飛び込んで、そこが投げをしないで、クリアして、さあ、冷静に打つ、いやー、今のバックラットで、今の素晴らしい、さあ、攻めましょうと、さあ、これ、ガイムペース、さあ、中キック、中キック、さあ、リフト、最後の飛んで、さあ、ガイムペースで、さあ、さあ、さあ、投げる。さあ中キック、中キック、さあソニックをさあこう追っかける、さあここ、あー今一瞬投げる前があったが、さあまだまだこれはお互いの同じガイルが分からない。さあガイル、あーっとここでギリギリのところで、山本さんが勝ちまして、次がニーヤーさんなんですけど、ニーヤーさんがニーヤーさんがニーヤーさんがいらっしゃら、ニーヤーさん、さんが、次はニーヤーさん、ニーヤーさんの剣ですね。次はニーヤーさんの剣で、山本さんの スーパーチューニーとニーヤーさんの、剣ですね。ここで、あ、今昇竜で抜けなかったか、今の昇竜当たってサボ投げる力を受け身を取って降りてくるというチューキック、昇竜を昇竜見越してチューキック、いやースーパーとは、やはりチューリーは非常に強いキャラというか、非常にそこ山本さんが冷静に見ながら投げる一本取りました。さあ4名投げて、そこで、おー、打線素晴らしい、そう飛び蹴りをやって、そう投げる、さあ スーパーのキャラ受け身がないから、あ、しかしスピニングバードで足田が、さあここで、これが結構波動でやって、足払い、波動、さあそれ飛び込みの中キック、これがチュンリーの怖いところ、さあここで、さあさらに中キック、しかし、ね、今のってる蹴り素晴らしい、さあここから勝利圏でニアサイン1本取り返しました。さあ3本目、さあ開幕波動と気候圏の試合、あ、出て、さあ飛び
蹴りで、ここで竜巻で投げる。さあ、波動拳。スピニングバードで、さあ、勝利拳。投げる。シュキック。そのまま投げる。おっと、いけるか。さあ、ここで。ああ、しかし、100レースやったのか。しかし、ああ、ちょっと、スピニングバード、おしかし、そこ、勝利連覇で返した。さあ、ここから、逆転がいくか。さあ、ここで、うまくレースに後ろやって。ああ、今の勝利やったから、波動でやって。スーパーチュニの、山本さんが取って、次は自分ですね。タツトシですね。では、やっていきます。誰も喋る人がいないので僕喋ってますが、勝利をきっちり見る。コンボは繋がらない。飛び込んで、さあシューパン入った。おー、綺麗に3段。テンポ内連絡ですが、たった今、喋ってくれる方を募集してます。喋ってくれる方を募集してます。大地さん出番ですね。喋る方じゃないですね。大地さん喋るのが半分仕事ですから。はい、山本です。こんばんは。タコピンスーパーさん、はい、お疲れ様です。今第3の 1P 第3バルローグですね。バルローグ竜ちょっとね、竜の方が不利かなとは思いますが、あっとピヨッとしまった。バンバンバンと3段、中ゴスちゃんと立ってましたね。おっと真空にすら合わせてしまいました。開幕竜巻でしゃがみ弱。おっと3発入って、すごいですね、バルログ相手に空中戦で押していますね。おっとリバーサー昇竜もちゃんと出る。最後は中ゴス、ナイスですね。タソシさん2連勝。続きまして、セロテープさんのホンダですか。これたまーに見ますけど、これも竜が有利な組み合わせですよね、多分。まあ圧倒的経験量で勝てるか。固く攻めていけばだいぶ竜有利ですよ。波動拳で突き放して、波動拳くらい投げ。おっと昇竜拳リバサじゃないけど刺さりましたね。竜巻あるか、あるか、あるか、厳しいか、真空を波動に突き刺さってしまいましたね。やっぱり厳しいですかね。波動、そうね、ファイヤー波動のダウンが厳しいですね、やっぱり。おっと頭突きに昇竜が見えていた。おっと昇竜が突き刺さる。無謀にも続きで応戦するが、おっと中ゴス空空対空中マリオですね。マリオ、あっと真空で削りと最後は見事なフィニッシュですね。ありがとうございます。調子いいですね。
今日はですね、見てくださってる方がいつもより10人ぐらい多いです。ちなみに店内の皆様、知らないかとは思いますが、雪が降ってます。あら、雪降ってます、ね、そのせいなのか、今日は見てる人が多いですね。寒いんですよね。竜巻からの、おっと、見事に真空避けて、フーリガン反応しにくいですね、ちょっと。おっと、ファイヤーで。キャノンスパイク光っておしまい。やっぱ最後はね、キャミンはね、光れば削れるんで。投げて、めくりから。早いですからね、反応が間に合わないんですよね、分かってても。きっちり入れる。中足埋め込まれてしまった。キャミー最高だ。次がネロさんのガイルと、トメッピーさんのキャミーですね。はい、なぜか私が語っています。クワイ様です。さあ、開幕で、ガイルキャミー、なかなか見たことない組み合わせですね。なかなか見たことないですよね、しかしこのトメピーさんのキャミーも、これで畳め込んで攻める。いや、溜めがどんどん消えていきます。いやー、これはちょっと攻め込みのこの容赦のない早い攻めだと、相手側からするとかなり焦りますね。そうですね、なかなかキャミーとやる機会ないですから、対策もちょっとできてないですよね。いやー、厳しい。ここで、今のこのショーパンチのこのガードの瞬間で投げるっていうのがなかなかね、難しいですね。難しいですよね。発生早いですからね。意識がやっぱり上の部分に、グラップも潰してきますから。モーションが短いだけ、やっぱりどうしてもね、投げまで意識が届かないっていうのはしょうがないですよね。やはり飛び道具がない分、リーチと判定がちょっとね、強いですね。これでトネピーさんのキャミーが、2人抜きですね。次が、ユリッチさんのチュンリーですね。さあ、強豪ユリッチ・チュンリー。さあ、チュンリー・キャミー。さあ、どちらも X ですが、飛び道具がある分、そこでチュンリーは押していくしかない。空対空。さあ、下段が入って投げるけど、投げた。おお、さあ、やはり空対空、投げに関してはチュンリーの方に分があるか。さあ、チュンリーが透かしたところをキャミーはしっかり刺していかないと、飛び道具分、ガードした分でアドバンテージを取られる形。下段が入るが、刺せない。投げでやはり決まる。見事でしたね。次はロードさんのシステム。あ、僕ですか。僕だったんですね、全然知らなかったです。あ、僕チュンリーとやるんですね。頑張ってください。はい、ここでロードさんのスーパーケント、ユリッチ・チュンリーですね、これで。さあ、これはスーパーケンの、さあ、このロードさん、この大会で大躍進の活躍を遂げているこのスーパーケンでどこまで攻められるか。あ、しかし今のこの投げはスーパーの時は非常に厳しい。ほら、あっという間です。あー、ピヨピヨピヨっとなって、しかし今の恐怖、謎の三角飛びから普通の蹴りで1本取りました。さあ、2本目。さあ、左右に動いて、さあ、ね、さあ、炸裂。このユリチさんのチュンリーは、このなんて言えばいいんでしょうね、そのジャンプ軌道のこのうまさと、そうですね、こういうところですね、この波動をこの読んでる誘いのこの
すぐに飛び込んでる。しかしそしてこうやって投げる。で畳み込むようにこのように攻めてやる。素晴らしい。これで2人抜けですね。次がグッチさんのブランカですね。焦りました。さあブランカチュンリー。はいはい、OKOKOK さあ、グッチさんの、ブランカが、ユリチーチュンリーをどうやって戦っております。さあ、条件、さあ、これね、さあ、いい条件、さあ、今、中級権、さあ、ここで頼み込んで、おー、やはりあ、これは、あ、しかし今の、ブランカの今の振り返りです。あ、しかし、これ分かんない。さあ、さあ、今の上り気味の、あー、すごい、素晴らしい、すごい戦いだった。今のギワの攻防ですね。やっぱりユリッツさん、空対空がうまいですね。でもこのグッチさんもブランカ、いや素晴らしい、なかなか遠慮のない今の攻防は本当に素晴らしいですね。あ、しかし今の攻防投げるところをここで噛みついて、さあここからどうなるか。さあ炸裂曲、きっちり対空貢献、さあパシ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 、謎つかみにはやはり厳しいですね。素晴らしい、素晴らしい。なんとユリッツチュンリーをグッチさんのブランカが勝ちまして一人抜きです。さあこれで次が、ポアトリンバロログですね。バロログ、さあ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 、青い戦士バロログが最近フォーク使ってないですね。そうですね、もうバロログが中心になりますね。中心になってます ね。さあバロログブランカとなるともうバロログが非常に有利ですけど、さあかなり極端な立ち回り、極端ですね。おー、あー今のすごい、今の素晴らしい。さあここでヒョウが出るところ、今ヒョウ投げしたところを下手寄って投げ、さあリーチで、リーチで、はい、あ今のいいですね。リーチともあ今のいい、ああ今のいい。さあここからまだ分からない。さあここから今さあ投げる、パシパシパシッと刺したい、刺したい、ああ刺してたね。ワットリン戦がもう近づかれたら最後という形ですね。さあ今のシート刺して、ペシート刺して、おお今今のすごい。これはもうブランコのこの手足は非常に怖い。経験ですね。あ今のこのしゃがみのこの蹴りですね。見えないです、見えないです。これはもう非常に素晴らしい、もう経験の差ですね。これはさあ3本目、はい、さあ刺らない、ローリングパシーフペシ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 とガブガブガブっと噛んで、さあさあ、サムランコも冷静に、いやー、やっぱこれですね、見えてますね。さあ今の蹴りを今日のペシペシとやって、さあ投げられたくない、投げられたくないバルログ、飛ばれたくないブランカ、刺していく、投げられた、素晴らしい。これでグッチさんが2人抜きですね。次が破天荒さんの、竜ですね。さあ破天荒さんの竜と、グッチさんのブランカ、でもグッチさんも竜使ってますので ね、これは非常に対策は非常にブランカと何回ぐらいやったことあるかって感じです ね、 もうね、まあベテランの方なんであるとは思いますが、竜からすればあこういうところですね、やはり飛んだところを勝利するのが、そうこの一番いいですね。しゃがみ中パンチですね。あと波動拳、ストツに限らずやっぱりどのバージョンでもブランカ対策はこうなります ね、 ね。でブランカからすればこの飛び込んで噛みつくか下に、そうこれですね、これで転ばせるか、1回じゃんけんが決まると強いのがブランカですから。しかし今の飛ばせる、おーきっちり見てる、破天荒さんが1個取れました。波動を刺す、勝利をちゃんと見る、さあ今の大変段、あーこういう今の下のこの意識の向け方うまいですね。素晴らしい、あーしかしすごい、さあこれ、おー素晴らしい、さあ、なんとパーフェクト、素晴らしいパーフェクト勝ち、破天荒さんが1人抜けました。珍しいですね、ブランカにパーフェクト。さあ次が、オネチョさんの、ベガですね。さあベガ竜、ベガ竜、さあオネチョさんのベガですね。ベガ竜、さあ竜の方が一般的には有利と言われていますが、このオネチョさんのベガ非常に素晴らしい動きで、そうですね、まあ、なんとも言えないですね。
今このご時世でベガを使っているということは何かしらの理由があって使っている方が多いですから、この宇野翔さんのベガ非常に選択肢が見てて素晴らしいですね。もう畳み込むような強さなんでこれをどう破天荒さんと崩すかですね。さあここで、いや素晴らしい、いや飛びが通らない、さあこの3段来た、さあ壁、4段入る、さあ宇野翔さんが1本取りました。さすがですね、やはりやっぱりベガからすると、そうこういう隙を取るの、隙を狙うところですね。でも全こういうところ見逃さないところが大西さん素晴らしいところですね。まあ、今のストリートファイターもそうですが、やはり無敵技がないので判定で攻めていく。まあ、今のもすごいですね。スラッシュをやって、今のチョッパンチャンゲですね。しかし破天荒スゲームの投げ、やはり投げる。しかし投げ返す。そこで X の場合はやっぱり投げが強いですからね。さあこの恐怖の近距離、やっぱりそこに来た。ナイトメアで大西さんが1本取りました。一人抜きです。で次がノブ、さんの竜ですね。いや、やはり見えてますね皆さん。ただものじゃないですね。本当に素晴らしくて、やってる側からすると上下選択から、ね、突然の、ね、スピードがもうベガとかブランカとか、ね、バルログとかっていうのはこのゲームの中でも速いですから、ね、それに反応できるのがやっぱりすごいですね。中から誘ってさあ第5戦近づきます。さあノブさんのこのガードも今素晴らしかった。さあこれ、さあこれ投げる、さあここからここここ、ああ勝利を出してしまった。つい龍からするとやっぱり勝利を出したくなるんですよね。そうですね、いや今のは出さざるを得ないと思います。もうミスったらおしまいですから。さあ2本目、今のファイアードいいですね。さあ飛びをガードされてでも飛んでいく。やはりベガは対空に乏しいので先に飛んでいくことが、今のいいですね。今のしゃがみ込んでよかったが、ここでピヨッとしてしまう。今のいいですね。すごいですね。ここで小野千代さんが2人抜けで次が、鈴鹿さんのダルシムですね。今日多いですね。さあ今日ですね、鈴鹿さんの楽しみ非常に面白いので、これ注目の対決ですよ。これはダルシムベガ、さあ開幕からの、しかしスライディングをこのテリーやって、素晴らしい、ピオルサーフネームね、さあ石管をやって、そう投げ、すごい畳み込むような鈴鹿さんのダルシムの攻め、ダルシムとは思えないぐらいゲームスピード速いですね。さあここはめくりをちゃんとガードした、すごいきっちりですね。ダルシムの長い手足なんですけど普通に反対強いですからね、反応的ボタンのフェイスが素晴らしいというか、そうですね、ボディーをやって、さあ投げる、今の素晴らしい、そこで回復していって、さあこの壁を抜け出したい、簡単に抜けますね。さあ中央、投げる、投げる、スライディング、バックスピット、素晴らしい、これで大西さんゲット。これは分からないですね。さあ3本目、今の解明性です、入る、さあここはどうなるか、しかし石管を入れて、そこで投げる、さあファイアフレームに投げる、さあこれは目に離せないこと、さあフレームを使ってファイヤーフレームを使ってなんとかしたい、なんとかしたい、いやー厳しい、早い、今素晴らしい、さあここからどうなる、さあ残り10と飛ぶ、ナイトメアですね、やっぱりナイトメアが入る、これでお兄さんが3人抜きです。次が川島さんのダルシムですね。なんとダルシムが2連続しかも非常にさあ川島さんのダルシムも非常にお強いんで、そうですね、強い、これどちらも強敵、さあここからどうなる、さあ、ね、さあドリル、ね、完全にワールドクラスの戦いですが、ですね、さあスライディングでこうやってやって、すごい、知ってますね、本当川島さん、いやー知ってますね、相打ちにでも
うわーいいこれは川島さんが一本取りました。もう分かってると言わんばかりの、これ石棺をこうやって掴んで、さあドリブルを、固める。さあさっきとは逆のここでの端攻め、壁から離さない、離さない、うおうん、削っていく。これは川島さんが、これで一人抜きですね。次が友座さんの、ベガですね。いやもうさすがと言わざるを得ないですね。バイソンですね。バイソンですね。失礼しました。友座さんのバイソンと、川島さんの、ダルシムですね。これよくある組み合わせですよね。ね。うん。はい、もう3個目。これ。ああ、今どうするしましょう。掴んでいく。ああ、今のスパコンを世界に素晴らしいですね。そうですね。で、あ、しかし、ああ、今のワーが来て、友澤さんが一本取りました。あ、今の押し上げもしょっぱいし、さあ、フレークレインやって、さあ、上向いて、さあ、この距離の前だと、ああ、今の、そうですね、微妙に当てたかったところですが、さあ、ここで、この組み合わせ、どんなに遠くてもじゃんけんになってしまいますから、さあ、気が抜けないですね。さあ、バイソンが、ゲージが止まってる。さあ、ゲージが、しかし、スタートして、あ、しかし、ここはガードして、さあ、ここから、対空。対空。空対空。川島さんが取り返しました。これハイレベルですね。はい、今のサイリングですね。さあこの距離でバルシム側はなんとかしたい。これはすごいじゃんけんが展開されてますね。川島さんがうまく距離をちゃんと見計らって。そうですね。どんなに遠くても突っ込まれますし、させますから。あ、しかし、わー、素晴らしい。あそこで投げが入りますか。さあこれで友澤さんが一人抜きで、ここで、2周目でスローテープさんのザンギエフですね、はい、ここでザンギやめろよの声が確かにバイソンからするとザンギは非常に苦しいですからね。もうさあどちらもワールドクラスですよ。さあこさあさあスローテープさんのこのザンギ非常に手強い。あ、しかし今のはいいですね。さあ目がさあこのバカこのショーがしますよ。このダブルでかっこいい。しかし今のうまく突き抜けて素晴らしい。さあここで蹴りで、あ、転がせ。さあここで回したいところだ。さあ追い越した。さあまだわかんない。さあこれしゃがみを入れてく、入れてくあー、はい、読んでた。きっちり読んでました。尻読んでました。ガードしてスクリューでスローテープさんが1本取りました。日本米開幕ダブラリをうまくレース見て、さあこれさあコパンを攻める。さあコパンを出して牽制、暴れていきたいザンギフ。刺したいバイソン。刺さるか。さあこれやって、あーしかしスクリュー投げる。さあ友澤さん頑張れ。さあここでさあ、あこのしゃがみショーパン連動怖いっすね。どちらも今しゃがみに弱い状況。あー今のは見逃さなかった。恐ろしい。スローテープさん恐ろしい。すごいですね。なんというすごい。さあこれでスローテープさんが一人抜きで、次が、なんとここで、鈴鹿さんのダルシムと、ある意味これはいや天国と地獄ですよこれ。カブスなんですかね。バージョンというね。いやさあここでザンギエフからするとどうやって出しても、ね、あ今の攻めよかったですね。しかしそのスイカさんの出しがうまく距離を離してファイヤーを打って手と足を出して、さあ今の飛び込みよかった。いやさあこれは分からないぞ。さあこれはさあしかしここから恐怖のダルシムがピヨってしまった。ボーっとなって鈴鹿さんが1本取りました。
あ、2本目、さあ今の開幕で、あ、今の飛び込みですね。さあ、さあここで、あ、しかしフレームで燃やす、フレーム燃やす、ね、ガブラリー、さあファイヤー、ファイヤーでやって飛び込みたい、あ、今のターボも破りたかっただけど、いやー、似てます。あー、あー、静香さんのまさにダルシムゲームと言わんばかりの勢いで、スローテープさんに勝ちまして、取れてました。次が大地さんのバルログですね。バルログ、スローテープさん、喋りませんか。喋らない、いや、なぜ僕が喋っているのか。さあ、鈴鹿さんのダルシムと大地さんのバルログですね。さあ、すいません、あ、今の飛び切りヨガですね。さあ、セッカーをバシバシってやって、いやー、鈴鹿さんのダルシム、こう、素晴らしいですね。いやー、恐怖の畳み込みと言わんばかりの、あー、そうですね、一回地面から離れるとダルシムもかなり面倒くさいので、地面から離さないように掴んだらそのままドリルやスライディングで固め続けて投げ殺したいところなんですが、あー、なるほど、でね、もう地面から離れないように、あ、なるほどですね。まさにベーシックワンと言わんばかりのこのダルシムのこの、あ、しかし今の大地さんのこの今の表は素晴らしい。あ、しかしサコを投げてドリルで、うわー、これは隙を持たせない、きついですね。これで鈴鹿さんが2人抜けて、次が、杉さんの、ガイルですね。大試練になりそうですね。そうですガイル使ってる側がするとダルシムは本当厳しいですね。結構一つのダイアグラムはなんかどっちが強いのかっていうのは割と安定しないんですけど、その中でもこの、この組み合わせは間違いなくダルシムだろうと。私ガイル使いのね、ガイルにダルシムで入るのは喧嘩売ってるようなもんだっていうふうに言い聞かせて、おーと言われて一体信じしましたけどねえ、あっと同じ、あ、これは厳しい、非常に厳しい。いやこれはもうダルシムの基本がもう全て出てると言わんばかりの、基本ではなく、なんかかなりやばいことやってる、かなりやばいですかね。めくりドリルからヘッドの3段とか言ってる。そうですね、さっきから見てるとこの鈴鹿さんの試合でもそうですよ、このめくりドリルの3段すごいですね。これが全然わからない相手からすると。さあ、ここでポアトリンさんのバルログですね。あー、今の表をこれで上抜き面にセットしてさあドリル、あー、ピオリがすごい。あ、しかしいいてら、さあここはどうなる、さあ勝負になってるぞ。で、さあ不石化になって、さあ頑張れ美少女仮面頑張れ、さあ、これ、あーっとしかし、さあどうだ、あー、この鈴鹿さんのこのドリルのこの近距離の攻めがわからないですね。これ素晴らしいですね。ドリルガードさせてまっすぐ投げに行くパターンと、もう一回ドリルに行くパターンと、下段を重ねるパターン、ね、ー、しっあーお、今、おパブリンさんこれはいけるか、さあこれ、さあ、いけるか、さあ、頑張れ、爪が、お、素晴らしい、これが、美少女仮面ポアトリンの恐怖の攻め、さあ、ここ一番という時の爆発力がこのポアトリンさんの怖さですね。珍しいですね、バルログが応援されてます、ね、バルログが応援されている、やっぱり美少女仮面だからと思ってる、あ、いいから、さあ、これ、さあ、来るぞ、さあ、しかし、このドリルからのせっか、さあ、さあ、いいから、さあ、これは逆転があるか、さあドリル、さあ、お、今の後ろに返したか、さあまだ逃げない、まだ時間はまだ50秒ある、さあまだ分からない、あー、しかし近くにいてしまって石棺で、これで鈴鹿さんが4人抜きですね。次が、おねじょさんの、ガイルですね。今あれですね、テラーを出すタイミングかなり良かったですね、うん、1回もガードされてないから、さあ地獄絵図が続きます。ベテランが使えばこの組み合わせどうにかなるのか、
モビオテル。コーンサクターの見てるスーペさんはピューリッチがすごい分かってるんですか ね、 ね、非常に相手のピューリ の部分が非常に多いんで、でもそれ大中小で大の方がピューリッチが大きいわけではなくて、技ごとに本当にピューリッチが全然違うんですよ、で例えばですね、ラルシムだったらばドリルとか、下段 の、 あの足払いなどがピューリッチが高いので、この辺を優先的にちゃんと入れてってますね。あ、なるほど。いやー、これは鈴田さん素晴らしいですね。今回非常に、さあ、はい、さあ、あ、今のソニックを読んでのこの下がいいですね。これさあ、ソニック打たれて、しゃがパンで避けてよし、上からドリルで避けてよし、さあ、いやー、これはガイルにとっては非常に苦しい。さあ、オルシュさん頑張れ。ここで、さあ、ここでなんとか飛び込んでいきたいところだ。さあ、ソニック、あー、恐ろしい、大体オーダーですね。これで鈴木さんが5人抜きで、次が、トネピーさんのホンダですね。さあ、ここでホンダが来ました。さあ、これはかなり、これはかなり本当にどっちが有利やら、ダルシムだと思うんですけども、ホンダにも十分勝機があると思います。さあ、これピオリッチ、さあ、暴れてなんとか有利を回避。さあ、無理で打ちと転ばして、ああ、恐ろしい、畳み込む攻めが鈴鹿さん素晴らしいですね。タイムポジション飛んで、トネピーさんもダルシム使われてるんで、非常にダルシム対策どうなるかというところですけど、今大蹴り良かったですね。すごい。そこで飛び蹴りで張り手張って、今どうすか、素晴らしい。なんと逆に使ってなかった。これはこの前から、あー、今ちゃんと読んでた、完全に、あ、お、さあ、ここから、さあ、いけるか、いけるか、ワンチャンいけるか、さあ、ここから、さあ、お、いける、あー、今の張り手すごい良かったんですけどね。これで、鈴鹿さんが6人抜きですね。次が、川島さんの、ザンギーですね。ダルシム相手にザンギーという、非常に、なんと言えばいいんでしょうか、ね、応援したいんですけど、いろんな残儀で負けてるから ね勝たれちゃうと、ね、立つ手がないっていう、川島さん最初は残儀を使われて、その後ダルシムとおっしゃってた部分で、非常にダルシムというキャラに対する対策が非常に、ね、どんな、ね、お分かりというか形かなと思うんですけど、さあ、で、あ、今のいいっすね、素晴らしい。さあ、ここでいい距離から飛んだ、ちゃんとダルシムのこの手をちゃんとガードして、うまく離してます。さあ、しっかり見たいところ、あ、しかし今のファイヤーをちゃんとこうガードして、さあ、こういうところちゃんとガードしてるから素晴らしいですね。まだ、あー、今これさあ、ここからあと一歩、そうですね、あと一歩、このあと一歩が欲しいところですよね。ですね。あー、今ピュッ、あー、恐怖、まさに、あー、これはもうどうしようもですね。あれ最後ね、ダブラリで回ると生き残る時間がほんの1秒ぐらい伸びるんですよ。あー、俺の最後の命を見てくれてよ。そうですね。さあ、2本目、さあ、これどうしようもない。さあ、ファイヤーフレーム、ファイヤー、さあ、これで、さあ、ヨガファイヤー、さあ、下のパンチ、さあ、これ、さあ、腕、さあ、これパフォーマンス素晴らしい。避けて、あー、今触ってしまった、早かった、あれギリギリまで待って、ミドルキックが一発確定するんで、あー、すごい、さあ、画面走ってよ、さあ、行くか、さあ、せっか、強烈、これで鈴鹿さん7人抜きです。次がネロさんのガイルですね。悲しい絵面が続きます。あー、そうですね、非常に
当にもうね、四季の細道ガイルロード、ダルシムロードというわけですね。第23回にしてダルシムロードが展開されているこの四季の細道、さあ、ネロさんの、ガイルと、鈴鹿さんのダルシムがお送りしております。あ、今のドリルきついですね。あ、今のドリル、今の3連決めたかった。さあこれが怖い。今倒れたとき、今のもし決まってたら非常にいい部分には、読みはいいんですけどね、日々の鍛錬ですかね。ソニックソニックでここで乗って、さあサマー、さあソニック、あー今ですね、あーメム、非常に言葉を失っちゃいますね。さあこれで8人抜きで、次がロードさんのスーパー剣ですね。なんかね、鈴鹿さんは今日ね、お酒飲みに行きたいらしいんですけど、これだと多分募集しても誰も飲み行ってくれないんじゃないのかなっていう。ああな。こんだけ勝っちゃうと、こんだけ勝っちゃうとね、あいつちょっと出すなーって、さあこれね、投げる、石炭も投げるリフィット、ファイヤーで、ファイヤーで、これ足を出して、さあ、厳しいですね。あ、今の勝利で当てなかったところですが、スーパーは無敵じゃない、受け身がない状態で、あ、今の良かったんですよね。スライディングから投げているんで、これで9人抜きですかね。それで、次が山本さんのチュンリーですね。山本さんのチュンリー、おっと山本さんがお手洗いから出てきて、さあここでスーパーヒーローが、さあここで山本さんのチュンリーが活躍するかどうか。連勝は文句なく1位が鈴鹿さんですね。2位がコンディションメガの3勝と、あと達郎さんの3勝もですね。おっとワンチャンありますよ。いやワンチャンあります。ワンチャンありますかね。さあこれで、あー投げる、で、あー今中継いいですね。ね、オーケーで、あーやってよくやったの、良かったですね。あー今のこのその100、あいけるか、さあ投げろ、あー投げた、これで1本取りましたね。素晴らしい、山本さん素晴らしいですね。今の山本さんこの百裂からのこのフェイントというか、そういった部分がよく見られるかなという印象ですけど、今の素晴らしかったですね。さあ後継でうまく離して、ね、さあこの畳み込みです。あー今の蹴り方ですね。あーよよける、さあこれ投げる、さあこれいけるか、いけるか。さあ山本さんのこのチュンリー、さあ黄色い悪魔がまさに今ここで投げ込むか、石炭やって、あー今のさあヒンです。さあいけるか、さあこっからどのように近づいてすぐ、あーどれに近づいて、おーしきた、あー天章だろ、おい、あー今のおい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 、何をやってるのか、おい、いやー今のは惜しい。さあしかしこれが3本目に大きく影響するのかどうか注目ですね。あれはちょっとまずいですね。あれは今の、さあ転職客、さあここで山本さんが自分のペースを取り戻すか、それとも鈴鹿さんが、さあ冷静にここで対処して取るか、これさあ投げる、お気に素晴らしいですね。さあ今の、さあここで山本さんがまた立て直すか、それとも鈴鹿さんがここで逆転するか、あきれいですね。さあドリル、さあほぼ同じ体力だが、チュンリーのこの一発がものすごい怖い。あー投げる、さあ鈴鹿さんのダッシュがこれもう少しでいけるか、さあこういうとこ、さあこっからどうだ、あー今の何かやろうとしてしまって非常に惜しい。なんか背中蹴りがちゃんとできないのがなんか5回ぐらいありましたね。そうですね、山本さんでも素晴らしい試合でしたね。いやでも素晴らしい、山本さん非常に惜しかったですね。次が新谷さんの本田ですね。
これちゃんとやる気があれば本田戦かなり上手なニアさんなんですが、そうですね、あの動きが気分で違うので、動きが気分で違う気分で違う例えばお腹が空いてるだとか眠いとか、あ急に雑になるので、ね、さあ今日はどっちの日だ、ニアサボンなの、あこの前攻めが非常にニアサボ怖さですけど、この鈴鹿さんが今よく読むかもしれない、雑な人かもしれない普段言われてるかと言ってめちゃくちゃですねでもニアサボン、あこれこれが怖いですね、それを素敵にしといて、今の急にね、ジャンルを雑にしてるから、こいつ、あれぶっぱで来るのかなと思わしといて、ですね、この心理戦の手のひらのせが非常にニアさんの素晴らしいところですね。あー今いいですね。さあここからさあどうなる、さあで、あー出だした瞬間、あーまずい、あーっとこれでなんと鈴鹿さんが11人抜きで、次が破天荒さんの竜ですね。さあこれで鈴鹿さんが暫定1位独占という状況ですね。そうですね、これ鈴鹿さんが全部勝っちゃうと、いいですね、キャラ間違いですね。破天荒さんがちょっと剣を間違えてキャラ間違い選んだんで、今一回殺して、もう一回竜をやるという形です。いやーでも鈴鹿さんのダルシム素晴らしいですね。やっぱこのドリルが怖いですね。画面端にドリルをこう打ってから血が逆方向でめくりをやるっていうところがさっきから気になっているところ、あとやっぱり相手側がピオるケースが非常に多いので、ピオリ値が本当分かってらっしゃる部分が非常に素晴らしいというか。さあここで破天荒さんの竜、ここからどういう展開になるか。あ、うん、さあ、さあこれしかも7時計、さあ竜巻、さあわあしかし竜巻、さあ、ね、あー このジリジリの近づきが怖い。さあ、高天狗さん頑張れ。さあ、竜巻で、おー、今ぞ、いいぞ、この勝利権。さあ、これ、めくりをやって、さあこれ、心理的揺さぶりが来る。さあ、しかし、今の下段を逃さなかった。あー、押す、これは恐ろしい。あー、真空も先に読んで、蹴りを出して、鈴鹿さんが1本取りました。龍眼はまあ、ちょっと無理やりでもいいから、真空を止めないと、立ち回りで、ですね、最初にかなり押されてしまうので。あとやって、さあフレーム、あー今のフレーム、フレームやって石棺でやって、あこれですね、鈴鹿さんのこのめくりからのこの3段素晴らしい。いやーいや素晴らしい、さあこれで、12人抜きで次が、ユリッチさんのチュンリーですね。さあユリッチ先生は、このために今日はチュンリーを選んだと。おお鈴鹿がいるじゃんじゃあ俺今日チュンリーだよ、いいですね、わかりやすいね。いや、さあユリッチさんに頑張ってほしい。さあこれ先貢献ね、このユリッチさんのこの、そうですね、このあーこういう蹴りが素晴らしい。でね、さあフレームのところを見せてって、あーしかしさあ鈴鹿さんが、あー今のしゃがみ切りかのこの辺も逃さず投げる、いやー恐ろしい。さあほぼ何もつないで、いやーユリッチさんのチュンリーがこういう形でやられるのはちょっとなかなか見ないんで、すごいですね。あーこれ来た、いやー恐怖のめくりからの3本、さあ来た、さあこれあー投げる、いやー恐ろしい。次が、グッチさんの、フォークですね。さあ、ね、ここでもう止めるも何もないんですが、これだけ連勝されちゃう、そうですね、いやーこれはすごい状況になってきましたね。フォークはあると、鈴鹿さんがおっしゃってて、いやー鈴鹿さんもこれだけ連勝してまだもうね油断されてないのが素晴らしいですね。さあ、あーさあここから、さあ走っ走ってさあ回る、さあここからもう一回回るか、あーしかし石棺をやる、あー今の冷静だ、あー食らってしまう、あーやって、あー夢があったようでなかった、
さあちょっと遠いで、さあドリームがああ、ダルシム投げ前広いんで結構調整が難しいんですね。ああ、なるほど。さあ、さあ当てて、無理やり歩いたが、ああ、出ました。これで14で次お俺だ。ああ、僕がぶっ殺していきますよ。さあ、毎週実況頑張ってくれる辰俊さんの竜、はい、そうですね、こんだけやられるとね、14連勝すごいっすね、14連勝。そうですね、2位が3連勝の2人ですけど、さあ無理やり投げで押していきたいですね。まあ、間合いで負けてるんで投げ合って勝てるものではないので、さあ、おー、ナイス飛び、あー、しかし、うん、ちょっと早かったですね、シンクハード。さあ、だあのちょっとシンクはもったいなかったですね。そうですね、もうワンテンポ待てばフルヒットでしたね。耐久もないっす。ああ、15連勝か、完全対応でしたね。かなり、いや、1ラウンド目良かったんですけどね、 あの真空がちょっと消えたっていうのが思ってなかったですね。あの時はやっぱ真空はもうちょい遅ければ、もうちょい遅ければ、そうでしたね。つい焦っちゃいましたね。いやー、でも鈴鹿さんめちゃくちゃ強い。さあ、ここで次にノブさんの、ザンギですね。手を出して、さあ、ノブさん剣はちょっと飽きたので今日は趣向を変えてザンギでもと言ってたんですが、まさかまさかのダルシム。そうですね、ノブさんはなんか最初ザンギでその後に剣にしたという形みたいですね。あの、その足払いのこの部分が非常にその動きが見てて分かる。しかしこれは厳しい、非常に厳しい。さあ、何か起こるか、何か、奇跡が起きてくるし、おいものいい。さあ、これ、そこに全部、残り1、さあ、厳しい。いやー、見てて負けてきます。中足払いが一発とボディープレスが一発当たりましたね。飲み込むような、スイカさんの攻め、ね、はい、さあ、ここでさあ、はい、ヨガファイヤー、あの連携、飛んだ着地にしゃがみ中パンを置いて、その後伸びるパンチを置いて前離す連携、かなりやばいですね。あー、触ってしまった。これで16人抜きですね。次が、友澤さんのベガですね。さあ、ここで、2周目最後、友澤さんのベガですね。友澤さんのベガと、さあ、今のトモズインパ取りまして、さあ2本目、しかしピヨってフレーム、さあ、2ラウンド目は川辻さんのほぼ完璧な対応で、さあ、3本目、さあ、大将開幕、もっとめくりほぼはならなかった。これゲージもないし、これきっちりやればこれ楽しみ終わりまでいけます、
下がりました。さあ、これどうなる。おー、すごい、浮世リーチですが、さあ、前を離したが、サイコアッパー。おー、素晴らしい、素晴らしい。さあ、ここで3周目ですね。今、友田さんが、ま、今、鈴鹿さんが勝ってれば終わりだったんですが、うん、友田さんが何連勝するかを一応、マイナス2、この友座さんのベガが5勝したらマイナス2ポイントで2位タイという形で、今1位が17連勝の鈴鹿さん、2位が3連勝が2人いるんですね。そうですね。トモザさんは4連勝すれば2位になれるんですが、ああ、そうですね、4連勝すればなれるんですが、ルールで優勝回数によって連勝数がマイナスされるので、トモザさん今2回優勝してるのでマイナス2。いや、今の破天荒さんのこの何気ない立ち召喚時の回数が良かったですね。すごいですね、今のびっくりしましたね。破天荒さんがこのまま止めるのか、それとも友澤さんが、あ、今のファイアードですね。いいです ね、 ね、オッケー、投げ、あー、これがベガの怖いところ。さあ、素晴らしい、おー、すごい、これで友澤さんが、あー、これで友澤さんが、裏に見えたけど、ね、言いましたね、ベガが投げ抜き。次がノブさんですね。さんも今この竜の動き素晴らしいですね、すごい。あ、しかし逃さないでめっくり、あー、めっくりやってるとカード券、お、勝利券。さあ、ここで、あー、脱走券出した、かなりの悲しい。あー、すごい、今のいや、でも残りでいうとハンドかなり良かったんですけどね。あー、ちょ、危なかったですね。おー、今最高でしょ、昇竜拳ね。さあ、ここから、さあ、シャミナギリ、投げる、そこで、おー、しかし昇竜拳の回転返す。あー、今タイトメイクだ。さあ、ここから、おー、すごい、剣投げる、ちゃんとガードしてるところが素晴らしいですね。あー、全部投げる、おー、これですごい、ノブさんがこれで、友澤さんに勝ちまして、全員2巡終わったんですが、1位の鈴鹿さんは文句なしなんですが、2位が、オヌチョさんとカツオさんの3勝ずつなので、これはですね、プレーオフなんですけど、プレーオフは、あの1本勝負もしくは話し合い、どちらでもいいです。あ、でも、まあ、1本勝負ですね。でも、うん、一本勝負でいいっすよ、うん、話し合いで決まることがあるんですよ。できれば話し合いが3本勝負がいいな、100本ぐらいがいいなと思いますよ。一本勝負ですね。
勘違いしてました。オヌチョさんは優勝経験があるので連勝数からマイナス1されるんですね。おうおう、なので、うん、オヌチョさんの連勝数は3ですが2なので決勝進出は今日マジ で, そうです、ね、俺決勝カツトシさん決勝です。うわ2回目頑張るしかねえ、はい、というわけで決勝戦はカツトシさんと鈴鹿さんで、うわよろしくお願いします。鈴鹿さんと僕カツトシです。じゃあ試合前の意気込みを一言で語ります。頑張ります。頑張ります。ぶっ殺します。ぶっ殺しますよ。頑張ってください、頑張ってください。もう今の僕の心の心境をドラゴンボールで表すと、はい、僕早く来てくれと言わんばかりのものすごいクリリン並みの怖さがガクブルです。しかし頑張るしかない。頑張ります。頑張って。というわけで鈴鹿さんのダルシムとタツトシさんで決勝の三先をしてもらいます。すごいですね。今日はいい感じに回ってますね。鈴鹿さんとタツトシさんどうなんだ。さあ決勝です。さあ先ほどはもうね今日は鈴鹿でなので、はい、ただ決勝までの連勝数は関係なく、さあタツトシヒット、よし、じゃんじゃん、じゃんじゃん、それさっき習ったこと、人間は違いますね、ごめんなさい。対人は違いますね、人間って言っちゃった。CPU 戦はね、竜巻連発で割といけるんですけど、さあ、いい昇竜。あー、この吸い込むようなヨガヨガ。テクニスライディング、さあ、裏落ちが当たらなかった。さあ、当たっている。あ、ある、ある、これは、まだわかんない。おお下から。これ龍は辛いんですか。まだいける方なんですけど、やっぱり龍の方が若干不利ですね、はい、あ龍の方が若干、あ、そうなんですか。全体の中ではダルシムにまだいける方、勝つの目があるとですね。いや、それはもう山本さんが使ったチュンリーに比べればあんまいけないですけど。すごい、でもやっぱりしっかりと、さあ1試合目を制したのは鈴鹿さん、これマジック2ですね。マジック2、マジック2。でも対戦は2人はされてるんですかね。それによっては安定気味を取っている。これあー投げが、なんか要所要所でダメージを取っていく、あの投げがただ固めてるだけじゃない、なんか投げがすごいお上手なように感じるのですが、私、ね、間合いが広いので、あ、ダルシム、はい、フレームを当てた時などでちゃんと間合い調節して投げ返しはできないように。じゃあ結構本当辛いですね。本当辛いです。ただ、まあ、無敵技があるキャラなので、はあ、投げに来たところできっちり無敵技が出れば、自分ガイルだから辛いのかなっていつも思ってた。ガイルはますますきついですね。サマーがしゃがむライト出なかったりするから、ドリルとかガードしちゃったりすると、これ辛いな。さあ2本、これでリーチ、リーチですね。タソさん昇竜いっぱい出してればいいってわけでもない。なんて解説。はい、あ、はい、ありがとうございます。さあちゃんとガードしている。さあいい昇竜、いいと思います。なんかイメージ的に腕に昇竜を当てるみたいな。そうですね、手足で昇竜、それでシンク使ったが、あ、さあナイスガード。まだ2周目が溜まるので、さあそう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 、フレフレシンクもう1回溜まれば勝負になります。あ、でも今のは今の試合なかなかさっきと違う感じになって、ね、2試合が経験値になってる感じですね。ただ鈴鹿さんも結構引き出しがあるので、対応できるようになったら次の手を打ってくる。あ、なるほどね、短い試合の中で
もなんかあんま竜巻でくぐらせないようにして勝利も打たせない、ね、竜巻や勝利出す。さあ大ゴスから右に取っている。さあ画面足あるぞ。あの大足単発なのがちょっともったいないですね。さあ避けている。さあ真空使ってしまった。チョップで優勝は鈴鹿さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。初優勝ですね。達夫さんお疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあ一言ね、ではさっき戦った自分が、このままマイクやって、第23回四季の細道優勝は、鈴鹿さんのダルシムです。おめでとうございます。ありがとうございました。あいやもう強かったです。いやキャラさすキャラ、あのめくりのドリルからの三段がめっちゃくちゃ印象に残っててあれは素晴らしいなと思って見てて、原骨からのやつですかね。そうですね。 あれはずるっすね。あと試合見てて思ったのは、全員の相手が必ずピヨってる部分で、なんかピヨ率をかなりご理解されてるのかなと思いまして、いや頭突きがピヨ率高いだけですね。いいね。いやもう本当に今日は素晴らしいダルシムを見れて、最高でしたね。ありがとうございます。また対戦の方よろしく、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、どうも。はい、このような感じで、デイトナー式、埼玉県新座市の、式駅から徒歩1分の下線デイトナー式で、毎週金曜日、スパツ X 対戦会を行っています。で対戦会で、ミニの大会、ね、式の細道も行っています。このスパツ X の対戦会および対戦会は、誰でも参加ができる大会です。このゲームやったことない人でも、お誘い合わせなのでぜひご参加ください。こちらの、四季の細道ミニの大会および対戦会、毎週金曜日にこちらのデイトナ式から行っております。であとそうですね、月例大会、日曜日の方ですね、日曜日の方にも、20時から行う20時半から行いますので、ぜひまた、お誘いください。こちらのゲームやったことない人でも、ぜひ、誰でも自由に参加ができる大会というか対戦会です。みんな和気あいあいとやっております。よろしくお願いします。では、のじややっていきます。今日もありがとうございました。
はい、じゃあ、11時になりましたので、この対戦終わり次第配信終了させていただきます。本日もありがとうございました。それではお疲れ様でした。